しあと少しこの手を伸ばして、きっと気づかない、あなたはいつも通り微笑んで答えてた。風に番組はコナミビクターエンタテインメントの提供でお送りします。あなたは旅立ってしまうのね、私を一人残して。でも私は大丈夫だって、この道は続いている、あなたのもとへ。だから私はあなたを待ち続けることができる。この胸の中にある確かな思いが消えない限り、ずっとこの木の下で。いやー、素晴らしい。その山宮さん、神は舞台に天使が舞い降りた。そんな大げさよ。やはり私の目に間違いはなかったようでしたね。なるほど、皇帝に巨大なテントを建てたいと。はい。数々のイベントを手掛けてきた自分の目から見ても大変面白い企画だと思いましてね。しかしね、少し大きすぎやしないかね、君たち。ですから、規模の巨大さを解決するためにも、今回は特例として生徒会と2年 A 組との合同開催を予定しておりまして。これは許可できないですな、教頭として。生徒だけでどうやってこんな大規模な工事をやるのかね。それはみんなのやる気で何とかしますから。いくらやる気があってもこんな無茶な企画に許可は出せんよ。この私の目が黒いうちは、そう、教頭であるこの私。安全性は、え、完成した場合のそのテントの安全性はと聞いているのです。それはもちろん。何一つ全く問題ありません。わかりました。期待しています。はい。で、責任者はどっち。もちろん青葉陸くんです。はい、僕です。頑張ります。わかりました。青葉陸くん、しっかりやりなさい。この私が許可したのですから、手抜きは許しませんよ。失礼します。リク君。なんだって、秘書のお姉さん。ほら、オッケーだよ。よっしゃ。やめた。やっと決まったか。一時はどうなるかと思ったよ。何にせよ早速準備にかからないと。うん、もう文化祭まで時間がないし。じゃあ青葉君、あとは頑張って。協力ありがとう桜井君。あとはこの短時間でテントを建てないとな。頼んだぞ青葉、あの人だけが頼りなんだ。うん、とにかく今から行ってくるから。
任せて。というわけなんですけど、先生にアイデアをもらえないかと思って。あのヒアゲン先生、いいのだな。本当に作ってもいいのだな。私に任せてくれたまえ。よかったんだよな。先生、ここなんですけど。主人公の心情からするともっと地味でも。ではそれで合わせてみましょう。雨宮さんの分まで僕が頑張らないと。はい、ここは明るくですね。わかりました。我が創作意欲よ、今こそ燃えるのだ、バーニング。ピュ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 。お待たせ、これ衣装の材料。よし、じゃあ早速始めよう。てか大丈夫？ミシン使えるの？私は自信ないけど。まあなんとかなるでしょう。さあやるわよ。はーい。おい、アオバ、こっち来てくれ。これでよしっと。どうだい堂島ちゃん、いい出来だろう。まだまだだな。って何それ。悪魔だ、黄色い姿のな。悪魔なんで。ま、この調子なら小道具はなんとかなるだろう。あとは内装だな。ある程度はヤゲン先生がやってくれるって言ってたけど、確認してみるよ。頼んだぞ、アオバ。まず運営委員会に顔を出して、その後ヤゲン先生のところだろ。で、その後が看板だけど、犬飼君、見てくれたかな。面倒かけやがった。次は資料を各クラスに配布して。青葉くん頑張ってるわね。私も負けてられないわ。うわあ！うわあ！僕も頑張るから。どうだ、素晴らしい出来だろう。全長200m、高さ30m。完全オートメーション化により、調整室からは室温、照明、ギミックの全てがコントロールできるとともに、特殊スクリーンである内壁にはあらゆる種類の背景が投影できるようになっているのだ。
あまりの素晴らしさに声も出ないか。それもやむをえん。あの図面は全長20メートル、高さ3メートルなんですけど。サービスだ。桜井、これはどういうことだ。このままでは我々の企画スペースがなくなってしまうではないか。貴様、我が野球部渾身の企画、ドラム缶ストラックアウトを潰す気か。ミクサーブその場駆け足ときめき選手権は。わかりました。別に場所を用意しますから、ちょっと待ってください。どうしよう、この広さじゃ中に配置するお化け要員が足りないぞ。衣装だって足りないよ。今から作ってもたかが知れてるわね。それ以前に材料もないし。もう一体どうするのよ。ときめきメモリアル、オンリーラブ。サービスだ、ときめきメモリアル、オンリーラブ。どうしたの？こそこそしちゃって。だ、実は。女神様！リク君？文化祭の間、お化け屋敷に本物のお化けを呼び出してもらえませんか？ピピピオピオピ！リク君本気？わかってる！でもこうするより他に企画を成功させる方法がないんだ！でもそんなことしたらまたアフロの恐怖が。あの、私お化けは専門外なんですけど。そこをなんとか。クラスのみんな今日まで一生懸命準備したんです。リク君、お願いです、力を貸してください。女神様。あの、でもそこに妖怪さんならいますけど。え？わー、祭りだ祭りだ。楽しみじゃな。人間を脅かし放題なんて極楽じゃわい。受けがなるな。何が嫌なのかな。いるところにはいるんだね、妖怪さんって。ピッピオ、それじゃあ皆さんよろしくお願いしますね。はい。心配しなくても大丈夫ですよ、妖怪さんたち気のいい方ばかりですから。ただちょっと、ちょっと、いたずら好きですけど。それでは皆さん仲良くしてあげてくださいね。いよいよ明後日か。青葉くん、なんて言うかな。お化けの頭数が足りないけん、なんとかなったって。まあ。何？どんな魔法を使ったの？魔法っていうか、知り合いのつてというか。お化けの知り合いでもいるの？っていうか妖怪？あ、いや女神かな。まあ何でもいいわよこの際。そうだね、これであとは明日の本番を迎えるだけだ。燃えてきた。おお、俺もやるぜ青葉。あの青葉さん。ヤッホー、リク君、準備終わったみたいだね。春日さん、ミノちゃん、
ね、大丈夫っぽい？今のところは。ならきっと大丈夫だよ。頑張って。これ差し入れです。文化祭の準備、お疲れ様です。ありがとう、ミラちゃん。おー、青葉くんやる。ま、でも当然ね。なんてったって青葉くんは我がクラスの危機を救った大ヒーローだもの。いやー、私ちょっと好きになっちゃいそう。そんな。青葉のやつ大人気だな。今日は仕方ないよ。リク君のおかげで無事文化祭が迎えられるんだから。青葉、お前は男だ。すげえ、ほんと綺麗。よく似合ってるわ。さすがですね。黒トカゲ先生、そろそろ本番前の通し稽古をしたいのだけど、よろしくて。あの、その前に私。じゃ、俺たちは早速中の様子でも見に行くとするか。そうだね、内装のチェックもしないといけないしね。まあ、みんな。ドエミアマミヤさん、美しい。雨宮さん、それ舞台の衣装？すごいよ、めちゃくちゃ似合ってる。ありがとう。それより準備は？バッチリ完了してるよ。そう、ねえ、青葉くんはどこ？青葉なら、ほら、あそこに。みんな、明日の本番、よろしくね。頑張ろうね。さゆり、あ、雨宮さん、ようやく準備が終わったよ。ほら、もう全部青葉くんのおかげ。文化祭のヒーロー間違いなし。そうね、今日に限っては全く異論はないわ。ま、さゆりもこれで安心してお芝居に打ち込めるってわけだ。どうかしたの、雨宮さん。別に、それよりいいわね、青葉くん。みんなに人気があって。って、何急に。何でもありません。いや、何でもないって、どうしたの？だから、どうもしてません。だって明らかに変だよ、今の雨宮さん。変じゃありません。でも。でも何？はっきり言ったらいいじゃない。ねえ、さゆり、もしかして怒ってる？どうしたのあんた、珍しい。何があったの？ねえ、訳を聞かせてよ。もう知らない。ああ、リーク君、雨宮さん中に入っちゃったけど大丈夫なの？あ、雨宮さん、大変だ、早く助けに行かないと。どうしたの、リーク君、慌てて。だって作り物だろ、別に危ないことなんてないんじゃないか。実は。中にいるのは本物の妖怪？はあ、まさか女神様に頼むなんて。ごめん、私も止められなくてさ。そんな、非科学的だわ。いや、俺たちは信じるぜ。ああ、前のと別物とはいえ、アフロの苦い思い出があるからな。堂島くん、一致なら話は簡単だよ。僕たちで雨宮さんを救出に行こう。ああ、アフロの借りを返すんだ。それではこれよりさゆり救出作戦を開始するわよ。男子は内部潜入後、速やかにさゆりを確保。急ぎ脱出すること。ついでに中の安全性も確かめてきてね。本物の妖怪が出るお化け屋敷なんて大ヒット間違いなし。では作戦開始。雨宮さん、絶対助けるからね。どうだい、そっちは。
これだけ暗いとな。それにしてもこの内装よくできているな。ああ、さすがは野源先生だね。アフロがいやらしいぞ。今の一体おい、なんだ今のは。何が起きたんだ。おい、ユーク、脅すな。ユーク、どうしたんだ。アフロイヤー！おい、どうした？本当に出たのか？まさかみんな。最後の悲鳴から30分か。全滅臭いわね。そんな！ぶっちゃけ男子はどうでもいいけど、天宮さんが！どうしようね。やっと出られた。さゆり？どうしたのみんな。天宮さんこそ大丈夫だったの？ええ。それより、中はすごいのね。お化けとか予想以上にリアルで、驚いたわ。じゃあ、さっきの悲鳴は？あ、中で引っ掛けちゃって。それで。そうなんだ。早く直してもらわないと。じゃあ。知らないって怖いわ。ある意味これも伝説ね。青葉さん。もう陸くん、早く帰ってきてよ。雨宮さん。一体出口はどこなんだ。皆さん仲良くやってるみたい。よかった。オンリーラブときめきの文化祭、お楽しみに。あれ、今さらっと出てきましたけど。僕の努力は。この番組はコナミビクターエンタテインメントの提供でお送りしました。